高虎って読むんですか。こちらさんは何なんですかね。あれ、ずいぶんいろいろなんかありますよ。ここ高虎商店は手ぬぐい、のれん、はんてんなど染め物を扱うお店。中でも特にこの合裁袋は江戸っ子かたぎを今に伝えるものなんです。同じものを持つっていうのは非常に江戸の人って嫌がる。でこれ流行ってるからこれ買いなさいよって言ったら、今ちょっと別に伝わるのがあるんだけど、こういうのがありましてね、これ同じ柄、もしこれとこれと同じ柄でもここを変える。ここに江戸があるわけです。これが東山寺。例えばこれね、シャレってこれあなたが持つ、捨てるの雨が降るがいな、モテる男の証です。スケロクですね。そう、だからそれであなた、浜の吉原中野町です、ね。そうそうそう。こちらが釜、團十郎さん。これは釜に輪っかに縫で釜わん、それ釜わないでくれという釜わんですね。丸い玉の中に下駄が入って玉毛た、玉毛た、玉毛ね。金はあるけど釣りがね、釣り金、釣り金で。シャレっ気たっぷりの絵柄は今も江戸っ子の心意気を伝えています。團吉さん、また何か見つけたんですか。ここは何ですか。お寿司屋さんとかなんかありますね。なんか前掛けをしたおじさんがいますね。ここ、あら、こんにちは。こんにちは。どうも。テレビで拝見しております。ありがとうございます。今この辺りをブラブラしてるんですけどね。はい。浜町ってなんか商店街みたいなのないと思ってたんですが、あ、魚屋さんですね。はい。ありますね。八百屋さんもあるんですか。ポツンとあります。ポツンポツンとあるんですか。はい、はい、それだけ人口がないんですよね。人口が少ないんですか。はいはい。でどうなんですか。人口少なくて商売成り立つんですか。もう昔からやらせてもらってるから、お客さん固定客っていうか、もうおじいちゃんから3代目なもんですから、なんとか、繋いでおります。そうですか、はい。この時期何ですか。やはり今小魚っていうか、アジとかイワシがうまいです。イワシね、ここ魚屋さんは創業100年を誇る老舗。屋形船の仕出しも請け負っています。家族で総出でやってるんです。あら、そうなんだ。はい、あら、そう。こちらがじゃあ娘さんで。高尾ちゃん、高尾ちゃん。娘さんの嫁先のお母さん。はい。あら、大変なお母さんも。えらいところあれだね。娘嫁に来ちゃったね。それにしても暑い今年の夏。團吉さん、いいものを見つけました。うわ、氷だ氷、ほら、あら、あ、ここにもありますよ。なんかこの旗にくっついてけってのかな。先の方はないね。あ、ここだ。どら焼き水羊羹ということは、こう和菓子屋さん、行ってみますか。こんにちは。はい、いらっしゃい。氷はやっております。はい、やってますよ。そうですか。はい。やってるって、わあ嬉しいな。どうぞ。いや、この暑さですからね。そうですね、今日も、今年は随分暑くて、まあ、暑いですね。氷をお願いできますか。はい。暑い夏の街歩きにはこれが一番。團吉さんが頼んだのは冷たいかき氷にたっぷり抹茶と北海道産の小豆を使った宇治金時です。はい、いただきます。ああ、おいしい。こちらさんは、なんか横を見たときは、なんか氷っていう旗はありましたけど、なんか、まさか。何も看板も出てないですからね。普通のなんか住宅っていう感じがしたんですけど。そうですね。もともと住まいだったところですからね。それをちょっと、ね、そうなんですか、改造して、こちらさんは、和菓子とかなんか、表に夏場水羊羹。そうですね、夏場水羊羹、はい。まあ、どら焼きは一年中やってるんですけど。あ、どら焼きですか。はい。手作りどら焼きは予約が多くて、店売りは一日だいたい20個から30個しか作らないそうです。これも北海道産の小豆がたっぷり入っています。
ついつい見過ごしてしまいそうな目立たないお店ですが、お味の方は折り紙付き。この時期は水羊羹も人気の一品。知る人ぞ知る浜町の隠れた名店なのです。団吉さん、また何か見つけたようです。こちらもビルですね。あら、これ表具屋さんだ。ちょっとお邪魔してみましょうか。こんにちは、お邪魔します。いらっしゃいませ。こちら表具屋さん。はい、そうです。ああ、そうですか。こちらでお仕事なさってるんですか。そうですね、あの2階の方が作業場になって。ああ、そうですか。はい、掛け軸、屏風、絵の修復も請け負う表具屋さん。ここ京進堂は腕がいいと評判のお店なのです。5代目のご主人に浜町について聞いてみました。今どういったお仕事が忙しいんですか。今うちでしたら注文が多いの。掛け軸とか屏風とか額とかね、そういうもの、まあ大体、平均してますよね。そうですか、うん、どうですか浜町は。いいですよ。もっと今やかもっと昔は良かった。今はちょっとその当時よりは財布も全然変わりました、うん、当時はこの辺はもうあの家というね、下流会がもう黒板塀のお家がこういっぱいありまして、一軒お家と隣も踊りの和尚さんだし、で静かだから、もうこうやって仕事してますとね、あの広いというね、半玉がね、ポックリを履いてこうお稽古に来るんですよ、踊りの、はいはい、そのポックリの音でね、あ、何ちゃんが来たって分かる。そうするともう手が、仕事が手がつかない。そうですか。そういうね、粋な、なんですか、ポックリの音で名前が分かるんですか。分かる。2人の息子さんは仕事では弟子、父親の後を継ぎたいと頑張っています。親さんはどんな方なんですか。そうですね、あの仕事の面は結構やっぱり厳しく、センスの良し悪しっていうのはやっぱり親方ですよね、父親であり親方ですよね。要するにその主をいかに引き立てるかという主役をね、それはやっぱり最後に残るのはね、品位だと思うんですよ。下品じゃダメ、いくらいいもの使ってもダメなのね、そこに品格ってものをちゃんと、あの保持させないと、品物としては僕はいいとは言えないところでね、それはやっぱり長年のね、あのこの一緒にやってる経験の中から、あの培っていくものなんですよね、それは あれですかね、土地柄というものは出ますかね。ありますよ、それはもう十分あります、それからもうここの土地でね、やってるための品位っていうもの、センスっていうものもあるし、ほら生きやもみたいな、そう生きっていうですね、今おっしゃるけど、もう今はなかなか生き見つけるの大変だもんね。入りはいっぱいあってもね生きがないと、ところがもう僕らの普通の感覚はもう生きの中で育ってきてるから、はいはいはい、そういうのを自然と思ってることがあるわけですよ。僕らもうっすらとやっぱりあの小さい頃、あの学校帰りにこうおしろいの匂いのする人とこうすれ違ったりとかって、うっすらまだあの覚えありますけど、もう今はそういうことはね覚えないですけど、ただやっぱりその町がね、そういうまあ時代があの作ってきたこの町っていうのはやっぱりそのどこかにこうやっぱ残って言ってます。一つ一つ手作業によるこれらの仕事ぶりの中に、感覚でしかわからない粋の世界があるのです。